おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1704です。はい、今回紹介するのはですね、前回紹介したのがこちら、装着変身のオルタナティブ。ということで、今回はですね、2019年投資企画でやっております、仮面ライダー龍騎、または仮面ライダードラゴンナイト、こちらに登場しました、ライダーとかミラーモンスター、こちらの方を紹介している6月編ですね、そちらとなっております。で、今回紹介するのは、こちらのオルタナティブの契約モンスターというかね、一応そちらのね、やつを紹介していきたいと思います。それがこちら。じゃんと。はい。こちらですね。まあ完全にもう敵っぽいっていうか、まあ、すんごいデザインしてますけど、こちらですね。装着変身 EX ミラーモンスターズ02の中に入っているサイコローグってやつです。これをね、紹介していきたいと思います。はい。で、こちらですね。サイコローグ、このパーツだけではなく、他にね、いろいろ。ありますんで、そのパーツも最初にちょっと準備してしまってからお話し進めていきたいと思いますんで、まずですね、パーツの方、ささっと準備してしまいたいと思います。はい、パーツの方準備できました。サイコローグ本体とタイヤパーツ AB、スラッシュダーガーが2本、ハンドルとスタンドですね。一応こちらのパーツを用意しました。はい。まずは説明書の方から見ていただきたいと思いますけど、説明書がドーンとこんな感じでありまして、装着変身 EX ミラーモンスターズ02。これのセット内容ですね。まず本章っていうのがこれで、デストワイルダー、サイコローグ、スラッシュダガー2本、スタンドハンドル、タイヤパーツの B と A。こんな感じです。で、デストワイルダーはね、とりあえずまだ紹介しておりませんけど、まあ、後々出てくるという感じになっております。で、これをペラッとめくりますと、こんな感じですね。サイコローグの遊び方、ナックル、これ外して、ここですね。この手のパーツはパッと見、オルタナティブのようにパッと感じると思いますけど、これ、サイコローグなんで、まあ、こうやって外して手に持たせることができます。左手もできると。まあ共通事項になってるんで、このね、ナックルパーツはオルタナティブでね、持たせることも可能と。で、タイヤシールド。A と B のパーツを2つくっつけてあげて、持たせることができる。まあこんな感じにできますよと。で、サイコローグバイク形態ということで、肩パーツの調整して腕回してどうのこうの、スタンドとタイヤパーツ合体させます。背中にハンドルつけてとか、まあこうやってガチャ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 ってやっていくと、こういう風にできて、オルタナティブを乗せることができると。まあ、こんな感じになってますよと。はい。で、これを見ていただくと、ここですね、一番不安なのは、タイヤパーツ A をサイコローグの手で持たせなきゃいけないので、ここの部分が緩んでくると、簡単に崩壊するんじゃないかなっていうんで、ちょっと懸念がありますけど、まあ、こんな感じで、組んでいくとバイク形態になって、ちゃんと乗せることができるというふうになっております。で、説明書の裏は真っ白という感じになっております。で、こちらのサイコローグなんですけど、装着変身が発売する前に R&M、ライダー&モンスターだったと思いますけど、そのシリーズで、龍騎プラスドラグレッターとか、ナイトプラスダークウィングとかね、そんな感じで、ライダーと契約のミラーモンスターがセットになってるやつが、装着変身が出る前に発売されてましたけど、当時、オルタナティブも立体化されてませんでしたし、それに合わせるモンスターもいなかったということで、オルタナティブも完全に新規だったんですけど、こちらのサイコローグもね、こちらの装着変身 EX ミラーモンスターズシリーズ発売に合わせて新規で作られたっていうね、すげえ気合入ってるなっていう、そんな感じの商品となっております。はい。で、とりあえずパーツはちょっとね、避けてしまいまして、まずこちらですね、サイコローグ。これから見ていきたいと思います。で、この状態でぐるっと回すとこういう感じになっていまして、頭部のこのワイヤーみたいなやつですね。これ一応軟質素材になってるんですけど、経年劣化でちょっと硬いですね。なので、これ、もっと時間が経つとね、これ、カチカチになってパッキパキに折れる可能性がありますんで、ここの部分ちょっと注意ですね。今のうちにこれ切り離してしまって別なね、ワイヤーとかなんか使っておいた方がいいかもしれないですね。はい。で、頭部に関しましてはここでグリグリ動かせますよと、左右に振ったりとか、上下の可動が一応できますよと。ただ、ここのね、先ほど言ったこのワイヤーパーツに引っ張られてしまうので、稼働させたとしてもその状態でキープするのがちょっと厳しいかなと思いますんで、首の部分をちょっと補強しておく方がいいかもしれないですね。あとはここの部分の軟質パーツをもう別のやつに変えてしまうとかね、そういう風に加工してあげた方が扱いやすくなると思います。で、腕に関しましてはこの状態でぐるっと回すことができますけど、わかりますかね、これ。こういう感じです。ビン、ビン、ビンと、こんな感じになってます。なんで、ここのクリック関節のこのちょうど間で止めたくても、どっちかにこうやってね、行ってしまうので、ちょっと動かしにくいかなっていう感じですね。これに関しましては、バイク形態の時に、例えばこの状態でね、このタイヤを持ったりすると、しっかりとキープできるようになってると。これがスルスル動いてしまうと、この上にオルタナティブがドンって乗った時に、ペチャッとこう行くのを防止するために、クリック関節になってると。ただ、サイコローグ単体としての可動範囲では、ちょっとね、厳しいかなって感じがありますね。はい。で、水平もね、一応できるんですけど、このナックルですね。これが邪魔になってますんで、これを外してあげると、ここまで行きますよ。ただ、ナックルですね。これをつけた状態になってしまうと、
これが当たってしまうので非常に動かしにくいという感じになってます。二の腕のロールはありますよ。ここの肘を曲げることによって、まあこんな感じで90度より曲がってないですけど、こんだけ曲げることができます。であと手首パーツですね、ここのところが稼働しまして、指のパーツが動きますよと。はい。でこちらなんですけど、手のトゲとかね、この辺に関しましては軟質素材になってるんで、とりあえずいいんですけど、ちょっとねチクチク刺さる感じになっております。で反対の腕も同じ感じで動かすことができますよ。腰はここでひねることができます。引き出して曲げるとかね、そういう機構はありません。ここ隙間があるんですけどね、ここで若干動くかなって感じですね。まあ多少横に触れるかな程度になっております。足はこう根元でグリグリ動かすことができて、前後はこんな感じですね。で左右の開きはこれぐらいです。はい。で、もものロールはありません。二重関節なんでここまで曲げることができまして、あと足首ここでグリグリ動かせる。であと変形の都合上こういう風に伸ばすことができるという感じになっております。はい。以上基本的な稼働範囲はこんな感じになっております。一応説明書の方にも載っていたギミックとしまして、ナックルですね、肩のこちらのパーツをパチンと外してあげて、ここの中心にある軸ですね、これを手首パーツギュッと広げてあげて、ここのところに握らせることによってナックルとして使用することができると。はい。一応こんな感じですよ。一応こちらのねパーツに関しましては、オルタナティブにね移植してナックルとして使用することもできると。ただそれはね説明書の方には載っておりませんけどね、まあ一応こんな感じで連動させるギミックとしては一応生きてるっていうかね、こんな感じですることもできるというふうになっております。で使い終わったらコマをパチンと入れれば OK だ。はい。一応こんな感じです。サイコローグ自体はこういう形となっております。まあ新規造形とはいえね、結構ゴテゴテしてるんでね、可動域がちょっと狭い感じはありますけど、なかなかいいデザインしててね、結構面白いんじゃないでしょうかね。はい。一応こんな感じとなっております。ではですね、これから引き続きバイク形態に行きたいと思いますけど、まずは肩パーツ跳ね上がってますけど、これをこういう風に水平の状態にしますよと。そして自分側に向くように二の腕を回し、ビス穴ですね、これを自分の方向に向けますよと。そして手のパーツをくるっと回して、ビス穴と逆方向に手の甲を向くようにこういう風に変形させます。そしてこいつを水平にしてあげて、腕をまっすぐ前に出すと。でこれ斜め前でいいと思います。説明書の方では真下向いてるんですけど、これ真下行かないんですよ。なのでこう斜め前にしてあげて、腕を最終的にギュンとこう寄せる、そんな感じになっております。でちょっとギミックの一つ忘れてましたけど、タイヤシールドですね、この2つこれを重ねてタイヤシールドにすることができますよと。でこれくるくるっと球を回していくと、どっかに溝があるようにちょっと思ったんですけど、ここのところをここの部分でただパチンと挟むだけみたいですね。一応こんな感じで挟んであげて、ここの部分を持つと、まあ、タイヤシールドになるという感じですね。ただここの部分はこちらのパーツでガチッと挟んでるだけになりますんで、こっちのねタイヤ部分にちょっと傷がつく可能性がありますんで、まああまり頻繁にこうやってね付け外ししない方がいいと思います。でグイッと入れるだけなんで、保持力としては全然完璧にね保持できるんですけど、ここちょっとね挟むときに傷つく可能性があるんでね、ちょっと注意かなという風になります。で話戻しまして、こちらのタイヤパーツのここのサイドのこのグリップですね、これを持たせますよと。で手を開きまして、でここのところにパッと持たせていきますよと。はい。一応こんな感じで保持させると。で劇中では確かここの部分が変形してシャフトになってタイヤが突然出てきてこんな感じになってたと思いましたけど、それは完全に再現できないんでね、一応こんな感じで手で持たせる、こういう方式になっておりますよと。はい。でこれが準備できましたら、こういう風に足をまっすぐ伸ばして、つま先を伸ばすようにこういう風にしますよと。でこの状態で両足ですね、ここでパチッて止まるギミックはありませんので、まあ一応こうやってつま先伸ばしてこの状態でおしまいと。これが準備できたらちょっと避けておきまして、こちらのタイヤパーツ B ですね、一応こちらのパーツを用意し、ここの穴ですね、ここのところにスタンド、これを差し込みます。でこれ丸軸ではなく下のところにね引っかかる部分がありますんで、これでカチャッと合わせてあげて、この形を作る。一応これを使うとこうやってねスタンドになるという感じになっておりますよと。でこれが準備できましたら、こちらのピンですね、これがサイコローグのここの穴のところにこいつがパチンと入ります。はい。でこれで入りましたら、こちらの背中にあるこのネジ穴ですね、ここのところに対して付属のハンドルパーツを差し込みますよ。で奥まで最後までねザクッと入るっていう感じなんで、一応力いっぱいグッと入れてあげればこんな感じで入ってくれますよと。で、あとスラッシュだからですね。これに関しましては一応連動ギミックにはなってるっていう風に書いてはいないんですけど、こちらのスラッシュダガーはオルタナティブに、ね、一応持たせることができるようにはなってますんで、これを持たせてあげても OK です。で、こちらのパーツは足にあるね、穴のところにブスッと差し込むことによって、こういう風にね、取り付けることができるっていう風になっておりますよと。これで差し込みの方が完了すれば、これで
バイク形態が完成するっていう感じになっております。はい。で、あとこちらですね。オルタナティブをここに乗っけるだけと。で、こちらですね、足の部分。どっかにね、こうステップがあって、ここにね、足乗っけるとか、そういうわけではないので、まあ、しっかり乗せるとなると、ハンドルの部分を手で持たせます。座らせて、足はギュッと曲げておしまいみたいなね。そんな感じになると思いますんで、ちょっとね、乗せてしまいたいと思います。で、乗せる工程をちょっとね、説明したいところなんですけど、私のこちらのオルタナティブはね、右肩がもう崩壊しておりまして、で、今触ったところ、足もね、かなり緩いですね。ここの部分のネジが緩んでいるのか、簡単に崩壊しやすくなってしまっているので、かなりガタが来ているという感じになっているので、とりあえず乗せた状態まで全部やってしまいたいと思います。で、その状態でまたね、ちょっとお話し進めていきたいと思いますので、ささっとね、乗せてしまいたいと思います。はい、乗せたのがこの状態となります。一応ですね、こう、またがった状態みたくすると、こんな感じになります。で、どうしてもですね、これ、お尻浮いております。ほとんど太ももの部分で乗っかってる感じになってるんですけど、まあ、ざっくり乗せるとこんな感じです。で、なぜこんなことになるかと言いますと、こちらですね、サイコローグのボディが結構太くてですね、こちらのオルタナティブの開脚の限界よりもボディのが太いんで、まあ、こういうイメージですね。こんな感じで乗っかってると。なので、サイコローグのボディがこういうふうにね、引き出し機構があって、ボディがあって、足をまたぐためのこう、細い部分があって、腰パーツみたいな感じの、こう、引き出し機構があれば、もっと綺麗にね、座らせることができたかなと。そうするともうちょっと劇中に近いようなスタイルにできたと思いますけど、これが限界と。なので説明書のね、イラストみたいな感じで片足ついて、こういう風にね、片足上げた状態だとまあまあいいと思いますけど、こういう風にね、ちゃんと座った状態とかね、両足を浮かせた状態にすると、これが限界という感じですね。うん。ちょっとね、こう二つ組み合わせることができるっていう点は良かったんですけど、最終的に出来上がるスタイルがね、あまりよろしくなかったんで、せめてね、引き出し機構、または上半身下半身がパチンと外れて、中間にね、サドルっていうか、座る部分のパーツを間に挟んでみたいなこういう方式の方が、とても扱いやすくてね、良かったんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとその部分がね、惜しかったっちゃ惜しかったんですけどね、サイコローグ自体がね、新規造形で、ここまでね、完成度が高く、可動もとりあえずしっかり動いて、変形もできるってね、これはなかなかよろしかったんじゃないでしょうかね。ただ、組み合わせた時のことを考えるんだったら、そういうようなね、中間パーツが欲しかったかなって感じですけど、まあ、全体的に悪くはないんじゃないでしょうか。はい。ということで、今回はですね、装着変身 EX、ミラーモンスターズ02のサイコローグ、こちらの方の可動範囲、それと変形させてバイクモード、さらにオルタナティブですね、こちらを乗せていった。これをちょっとやっていきました。はい。ということで、またね、7月編に続くという感じになっております。はい。ということで、次回ですね。次回は、6月の中盤ぐらいにですね、電動ガンをちょっと紹介しましたけど、ちょっとね、調子に乗りまして、また、実際に握って、実際に撃つことができるね、そういうようなものを全部で4回紹介していきたいと思っております。はい。果たしてどんなのが紹介されるか、お楽しみにという感じですね。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。